い、どうもパルでございますと、はい、皆様リゼロ2期制作決定いたしましたね。いや本当に嬉しい。いや遅えよ、2期制作発表されたのが3月で今5月で、ちょっとね最近ねリゼロ関連の動画を上げられていなかったんでね、ちょっとこうやって動画内で言うのは遅れてしまったんですけど、ちょっとだけねその開封の前に2期についてのね個人的な感想をねちょっと話したいなと。最高興味ねっていう方はね下の方にテロップ出しておきましたので、もうここまでね全然飛ばしていただいて大丈夫です。はい、そんなわけでね、リゼロ2期についてね、まあ簡単にではありますけど、僕の考えの方をね、話させていただきたいと思います。まあ小説とかね、読んでる方にとってはご存知の通り、リゼロ1期っていうのは第3章までの内容となっているんですよね。で、次の2期はね、第4章から始まるということで、こちらが聖域編というものにね、入ってくるんですよ。もちろんね、新しい登場人物がいたりとか、魔女が出てきたりとか、ものすごく内容の濃い章となっているんですよね。それゆえね、4章ってね、長いんすよ。1、2、3章とは比べ物にならないくらい第4章だけでめちゃくちゃ長いんですよね。で、いろいろねちょっとネットとかの記事を見てみたんですけど、意見として多いのは、まあ、全部で2クールやって、1クール目で第4章、2クール目で第5章をね放送されるんじゃないかみたいな感じのね意見があったんですけど、え、収まる？第4章のね内容のことを考えたらね、1クールで収めるような内容じゃないと思うんだよね。正直むしろ収めちゃいけないと言っても過言じゃないんじゃないですかね。本当に第4章1クールだけでまとめようとするとかなりの大幅カット入れないと無理なんじゃないかなっては個人的に思うんですけど、まあ2クールやるとしましょう。2クールやるとしても、その2クール使って第4章をねしっかりとやった方が僕的にはいいと思うんですよね。ほんと急ぎ足でね1クールに第4章をまとめようとするとかなり薄い内容になっちゃうんじゃないかな。章を先に進めるんじゃなくて、その第4章っていう括りをねしっかりと、もうほんとしっかりとやってほしいです。2クールかけてでも、まあ僕自身ねその第4章がめちゃくちゃ好きっていうのもあるとは思うんですけどね。でもそんな急ぎ足でやる必要もないんじゃないかな。ほんと1章2章3章でもね結構まあ削られてる部分だとかね、まあなんだったら設定自体削られてるキャラだっているわけだからね。4章って僕自身めちゃくちゃ大切な章だと思ってるんで、それこそね2クールかけて、なんだったら4クールくらい全然かけてもいいっすよ4章に。それぐらいね僕自身大好きでね大切な章だと思っているんで、簡単に1クールにはまとめないでほしいなっていう僕の意見はありますね。まあそこはねちょっと神のみぞ知るなんとやらってところなんでね、まあいろいろ言ってきましたけど、最終的な意見としてはその章を進めたいっていう理由でね1クール2クールってねすごい早足で行くよりかは、2クール使ってでもしっかりとね第4章をねアニメで描いてほしいなっていうのがね僕の本心でございます。まあこれについては意見様々かな。簡潔にでもいいからね4章5章ってねさっさと先の章に進んでほしいっていう方もねもちろんいるとは思いますし、もしかしたらね本当に4クールくらいじっくり時間をかけてね4章を描いてほしいっていう方もねもちろんいるとは思いますのでね、まああとは神にお任せいたしましょう。はい、お話おしまい。じゃあそんなわけで今回開封するものがこちら。はい、リゼロから始める異世界生活プチッとボリューム2、こちらの方ね3つ購入してまいりましたんで開封していきたいと思いますと、このねスバルがレムリンとラムチ初めて会った時のこのシーンめちゃくちゃ好きなんですよね。で今回のラインナップなんですけど、こちらね正面に映っているレムリンとラムチ、そしてこちら上に映っているエミリアタも入っておりますと、そしてさらにベアトリスと、はい、まさかのペテルギウスもいるということで、なぜお前が選出された？別に嫌ってわけじゃないんだからね、勘違いしないでよね、この鈍感。今回ね、まあ、5種類と少ないんでね、レムリン狙わせていただきましょう。行きましょう。はい、めちゃくちゃ汚くはなってしまったんですけど、一つ目行かせていただきましょう。で、まあもちろんね、僕の狙いは推しのレムリンということで、今のところね、そのリゼロ開封ね、レムリン 100% 的中しているということで、今回も狙わせていただきたいと思いますと、フラグでしかねえな。まあ言うて5種類でね、今回3つ購入してきましたということで、まあ当たる。まあ当たりますよね。はい、じゃあ一つ目行かせていただきましょう、3日。ファイト！ファイト！ファイト！え？いやいやだって、え？いやまあ5種類とは言えだよ。5種類でさ、まあ、3つだとはいえさ、当たる？すげえな、ほんと。ほんと 100% 的中じゃん、レムリン。うわ、かわいい。めちゃくちゃかわいすぎる、レムリン。さっさっさとね、この袋から解放してあげましょうか。いや、めちゃくちゃ可愛すぎだろ、このレムリン。本当に好きすぎる。で、このね、ちょっと、奇妙な形をした手あるじゃないですか。なんでね、こういう手の形をしているかと言いますと、え、めっちゃ不安定じゃね？一応ね、こんな感じで、そう、コップのふっこさん的な感じでね、こうやってコップにネジをつけることはできるんですけど、これさ、片手で支えてるからめちゃくちゃ不安定っていうね。
まあまあまあ一つ目からね僕の推しのレムリンが当たったということでね、まあ4章ねご存知の方もいるとは思うんですけど、そうレムリンね、うん、もうこの一言しか僕は言わないです。もう4章お楽しみくださいということでね、一つ目はレムリン当たりましたと。今度はね割と綺麗に開けられたということで、ね、2つ目行かせていただきましょう。まあまあまあこの流れ的にね、そうラムチーですね。もうそうこの双子でこうやって揃いたいんですよね。そんなわけでねラムチー狙ってね2つ目に見ていきましょうか。その1ハイトハイトハイト、ええはどでどういうこと待って待って、えあそういうこと、あ双子ちょっと待って今めっちゃ混乱してるわ、やべえわ、えそんなことあるんだちょっと待って、いやレムリンめちゃくちゃ欲しいとは言ったけどさ、あの2つ目って2つ目ってそんなことあるんだ、へえなるほどね開けていきましょうか。いやこの双子かわいいわ双子ってか同一人物じゃねえかよ。いやまさかねレムリンが2つ目当たるとは思わなかったっすね。だって普通さ別のキャラ出てくると思うやんそんなのねいや普通になんかもう普通にごくごく自然のごとくねレムリンが2人目当たったということで、まあまあレムリン推しの僕としてはね本当にね素晴らしいことなんでね、はいというわけで2つ目もレムリンが当たりましたと。もうねここまで来たら目指せレムリン艦隊っすよいや絶対ありえないだろうけどね絶対ありえないだろうけど、もうここまで来ちゃったらさもう3つともレムリンでよくねもうねはいというわけでね3つ目最後行かせていただきましょう。3、2、1ハイトハイトハイト、おおおおこえー、あこれはこれでめちゃくちゃ素晴らしすぎる、いやいやいやこの結果マジで鬼がかってるよまさに。はいそんなわけでねまさかの3つ目はラムチーですね。ラムチーが来てくれたということでこういうことなんですよね。この双子本当に可愛すぎるんだよね。いやもう本当に好きすぎる、いやもうラムチーにいやらしいって言われてるわ。でねこうやってね双子で飾ればね安定するのかなと思ったんですけど、いや全然そんなことなかった。めちゃくちゃ今すごいバランスでこれつけてますからね。まあまあまあ大好きなねレムリンが2人当たってね、なおかつね双子の姉であるラムチーも当てられたということで、もうある意味これ以上ない結果なんじゃないかな。可愛いレムリンが2人に増えてねラムチーもお喜びのことでしょう。もちろん俺も、あ、めっちゃいいわ、これ。